大丈夫かな。はい、こんばんは。二足三文ソフトウェアゲーミング部門所属陣野です。今日も錦さん早くからいらっしゃっていただきありがとうございます。世の中週末金曜日やってまいりました。一週間お疲れ様でした。まあ明日明後日も働くという方いらっしゃるかと思いますけれども、その辺は気にしないでオートマシフトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回こちら C4 心停止ですね、これに挑戦したんですが、都合4回ぐらいやったかな、3回だったかな、やったんですけれども、結局のところ、効率 96% で止まってしまったという状況です。正直バグじゃないかと思っております。もしこの C4100% まで行った方がいらっしゃいましたらご報告ください。メーテルマーさんもありがとうございます。また変な顔で変な顔でありがとうございます。体調いかがでしょうか。でその C4 まあ C4 はまあともかくとして、じゃあ新しいこの C5 家族めけめ失礼しました。C5 家族向けメニューの方に今日は新たに進んでいきたいと思います。スタート。はい、25件の注文を処理する電力消費を、1万ワットアワー以下に抑える、使用する食材数を600以下に抑えるということで、なるほど。注文数が少ない割には電力消費量がやたら多く、そして食材数も多い、そんな今回もセットメニューですね。前回と同じ。予算低すぎない？作れんのこれ。今日はこの店で、あ、そうか、これ前もちらっと見ましたね。そうだそうだ、導入部分は前回ちらっとお見せしておるんですけれども、また見ていきましょう。今日はこの店で誕生日パーティーが開かれています。一部の人間が製造ラインから出荷された日を祝うことを知っていましたか？私はそんなこと全く知りませんでした。誕生日と聞いて製造ラインから出荷される日を想像してしまう、そんなロボでございます。とにかく小さな人間が無意識のうちに太陽の周りを8回回ったことを祝っています。なんとも都合のいい実績ですね。まあそう言われれば返す言葉もないわけですけど、ただね、太陽の周りを8回回った、多分8歳の誕生日なんでしょうねっていうことを、宇宙規模で見ている、そんなロボでございます。いいですね、こういうユーモアセンス欲しいですね。ロボにならないと無理かしら。その実績の達成を祝おうと25組の家族が来店しています。あー、注文数25っていうのはこっから来たのかな。家族、あーそうか、家族向けサービスっていうタイトルでしたし、25組の家族が来ているからその家族にサービスっていう意味で25個のセットを渡すっていう流れになってるんでしょうね、きっと。33回回った俺は何なん？おめでとうございますと言うべきか、初期不良なく、動いていれるようでいられるようでよかったなと思います。はい。なんなんて言ったら、なんなんとか言い出したらもうみんながみんなそうなっちゃうんですけどね。うん、考えれば考えるほど頭が痛くなってきます。さっさと仕事を片付けましょう。まあ、店長、ロボ店長としてはあんまり昨日休まらないというか、違うな、あんまりやりたくない仕事みたいな感じですけど、まあどうせやるのは私なんですけどもね。5分間で25個のビッグファミリーセットか。なるほど、大変なわけだ。を生産してください。騒がしい小さな人間を早く帰らせて本来の業務に戻りましょう。なるほどね。なるほどね。5分間で25個。ビッグファミリーセット、結構重いセットメニューなんですけど、それを5分間で25個。来た、ビッグファセット。
なんで略したビッグファセット、ミディぐらい入れてくださいよ。さあビッグファミリーセットは重いんですよね。そうアルティメットドッグにポテトにビッグサラダ、チキン、うん、いやこれは大変だな。なんだもう煮え湯を飲まされたビッグファセット、まあ、確かにそうなんですけど、ビッグファセットなんて呼び方は私は一回もしてないはずですけどね。ビッグファミリーセット略すならなんだ、略すなら BFS みたいな感じじゃない。あれメーテルママさん今日なんかバイオやるとか言ってませんでしたっけ、この後ですか。うん、どうしよっかな、本当どうしようかな。5分間で25個って言いましたよね。だから1分に5個作んなきゃなんないんですよ。うん、で電力はいくらでもいけそうだったから、ひとまずアセンブラ、問題はコスト、かけられるコスト結構少ないんですよね。本当にできんのかしら。あ、そっか、ビッグファミリーセットは放送機で放送して最終的に出力する感じになりますので、放送機今日こっち側ですね、出口。ってことは5分、1分に5個出さなきゃなんない。配信すれば必ず登録者数が減るんでやろうか悩んでました。配信者は数字は気にしてはいけないとよく言われますけども、それでも、ま、目に見えて減っていくとやっぱりちょっとなんていうかやる気もそがれちゃいますよね。なんかただ最近の YouTube で言えばあれでしょ、なんかフォロー登録し合ってる者同士の登録がなんか解除されたみたいな、その辺が考慮されたみたいな噂もありましたけど、どうなんでしょうね。結構他の人もなんかいきなり減ったとか言ってる人何人か目にしましたよ。うん、引退しろってことかな。そうではないと思いますけれども、まあ細々と続けていくっていうのもありですし、まあ登録者は減ったとはいえゼロではないんですから、期待している人はいるっていうことをお忘れなく。うん、いいこと言った。さて1分に5個出す、60秒で5個出す、マジでそんなんできんの。ちょっと計算しよう。本当にこのオートマシェフっていうのはコンピューターゲームなんですけど、紙と鉛筆が手放せないそんなものになってます。25個5分、あ、そうだ、思い出した。25個5分とか言いながら実際やってみたら全然違うことがあるんですよね。スタートしてみよう。5分ですね。300秒ということは5分、それは間違いない。25個も間違いない。はい、ということは60秒で5個必要です。っていうことは1個あたり12秒で作る必要があります。でこの1個っていうのはファミリーセットが1個のことだから、それにはチキンが2個でドッグが2個でポテトが2個でサラダ、 B サラダ1個、
12秒の間にチキン2個とドッグ2個とポテト2個とピックサラダ1個を出力しなければならないという計算になります。無理じゃね？できんの？ドッグは 4.5 秒で1個作れるから2つ出すのは難しくはない。うん。で、サラダは 7.5 秒かかるけど12秒に1個出せばいいからこれもいける。で、鶏肉、チキンですね。チキンか。ここの工程では1秒かからず出てくるからいけるのかな。いけそうな気がしなくもないですけど、どうなのかな。で、あとなんだっけ、ポテト2個いけそうだけどな。いけそうな気がしなくもないですね。ポテト2個はポテトフライヤーを使いましょうか。ポテト、ここになんかフライドチキンもあるから使おうか。フライヤー通常モードにすると6秒かかるんですよね。6秒っていうことは12秒で2個ギリギリのスピードです。これじゃあ多分ダメなので高速にする。高速にしても5秒弱。これフライヤーにするのとこれフライヤーじゃなくて、ここをコンベクションフライヤー、これだ。コンベヤーでフライヤーで持ってくるのとどっちが早いでしょうね。フライドチキンで火災起きそう。それはそう。火災、このスピードランになってくると、スピードランでいいのかな。時間制限付きのミッションになると大抵どっかで火事が起きますからね。今日も見ものです。どっかで起きますが、ちょっとですね、本番やる前に検証として、同じ、フライドチキンを作るラインですけど、それをフライマティックフライヤーの、高速でやるのと、コンベクションフライヤーでやるのと、どっちが早いのか試してみたいと思います。ほら、ちゃんと分かってるでしょ。さすがにあれですかね、1年も見ているわ。いや、見出したのはいつの頃か分かりませんけど、まあ、長く見てくれていらっしゃいますから分かってきている感は確かにありますね。いいんですよ、自分でもプレイしてみてもらって、私の記録を超える値を、効率性を出してくださいよ。スタート。断然早いな。コンベクションフライヤーの方が断然早い。びっくりした。これ何個？ちょっと出し、何個？出た。今こっち4個、6個、 1.5 倍は早い。これは断然コンベクションフライヤーを使うべきか。
うん、そうね、押しよう。デリートということで、コンベクションフライヤーを採用します。なんだっけ、これがチキンで、チキン、あーそっか、ビッグファミリーセットはタイミングを合わせないとすぐにこの放送機が詰まってしまいますんで、その辺もコンピューターできっちりとやんなければなりませんが、ポテトも2つ必要です。でここもフライマティック使ってますけど、どうしようかな、ディスペンサー、高速ディスペンサーにするべきか、まあいっか、通常ディスペンサーでちょっといきましょう。で、ここがポテトを出します。でスライサー でその後コンベクションフライヤー、コンベクションで、うん、にゃで、これでポテトができます。はい、1個12秒で作ればいい、うん、このラインで言うとボトルネックはどこだ、5秒ごとに商品が出てくるから、これでいけば10秒に1個はできることになりますよね。うん、できんのかな、本当にできるのかしら、怪しいな、いまいち信用できない、うん、分かんないけど作っていくしかない。アルティメットドッグいきましょう。ソーセージバンズチーズどれも1個ずつ、ソーセージ、バンズ、チーズ。で、バンズはそのまま入れる。で、チーズは確かスライスするから。でソーセージは焼く必要があります。これもちょっと試してみようかな。焼くときもですね、その私はグリル好きでグリルよく使うんですけど、同じようにコンベアグリルっていうのがあって、これはどっちが早いのかな。電気グリの調理時間は5秒、ちょっとさっきと同じように試してみたいと思います。直進でいっか。焼けたソーセージ、まあ違う、取り出して、保存ケースに入れる。はい、これはソーセージを取り出して、グリルで焼いて、で入れる。
アルティメットドッグって確かソースがいりますね。ケチャップとマスタードが 40ml。 ん？あ、チーズは粉チーズだった。ってことは2回必要ですね。うん、なんだっけ？で液体タンクが2つで、ポンプが1、2、3個、ミキサー1個、どっちが表表、どっちが入り口でどっちが出口か分かんないんですよね。うん、かな。ケチャップとなんだっけ、ケチャップとマスタード、ケチャップ 100% 接続で、こっちがマスタード。なんでこんなにソースたくさんの種類あるの。うん、でポンプからで20でいいのかな。まあいいか、ダメだったら後で変えましょう。で動作モードって何。あ、こう、これも高速とかあるの。必要なくない。これでいいですよね確か。うん、多分いいはず。あ、ハテナついてますけど、なんで。あ、レシピか、そうか。え、なんだっけ、スパイシーバーベキューソースでいいのかな。あ、違う、これ別々に入れるんですね。混ぜる必要ないや、混ぜなくてよろしい。だからここのポンプからん？直接こう。うん、でいいのかな。この辺がちょっとな、怪しいんですよね。5秒で20いるから、4秒で5ってこと？本当かな？え、違う、1秒あたり。ん？ 5、20。それ、これでいいや。5の1にしよう。ほい。と、これで1つできて。で、次にこれと比較するため、なんかクロスしてるやだな。はい。で、これをコピーしておいて、で、ここを、このコンベアグリルを使って作る場合と。うん。で、これでどっちがどうかっていうのをちょっと試してみたいと思います。スタート。なんかできてなくね。なんか一個足りません。マスタード、サラダドレッシング。サラダドレッシングがなんで入ってる。ん？だから設定ミスしてますよ。マスタードだって。はい、あーはーはー、やっぱりコンベアグリルの方が早いですね。これ何個？こ
これもう8つ溜まってますね。保存ケースは8つまでしか入らないのです。こっちは7個ですか。それでもう今8個目がこれ今取り出されてますから、そんなに大きな差は、時間的な差はないですね。へえ。そうですか。そうならいつものやつにしよっかな。これは消す。普通にあのコンベアグリルもいいんですけど、消費電力の問題で私は一般のグリルの方が好きです。うん、 OK。 でこれでまあできましたと、多分5秒に材料を5秒に1回出しているので10秒で2個出てくるはず。うん、で最後にビッグサラダですね。これもなんかいろいろありますね。トーストしたパン、パンをトーストする必要があります。なのでパントーストして、ここで取り出すのがトーストしたパンで、これをクルトンにするんでしたっけ。はいはい、クルトンにします。うん、でこれを入れるっていう流れ。うん、でそれからレタス、マッシュルーム、人参をカットして入れる。3つの食材をカットして入れるっていう意味ではこれなんですけど、これ確か前やった時にこれだと良くなかったんですよね。混雑しちゃって。うん、確かそのそれぞれに対して塩かな、それぞれに対して、プロセッサーを用意しないと混雑しちゃう感じになってたはず。そうそう、前うまくいかなかったやつ。そうなんですよね、よく覚えてますねそうボトルネックになっちゃうから、でできればここも、でも今回はどうだろう。今回は基本その他の機械が5秒に1個出力するようになってます。でそれっていうのはその2、セットに2つの商品が必要だから5秒に1個ですけど、ビッグサラダに関しては5秒に、セットに対しては1個だけでいいので10秒間に1個出せばいいっていう計算になるから、ここ10秒、ああですよね。うん、っていうことになるので、だったら間に合うかなっていう気もしますね。人参で、なんだ、レタス、マッシュルーム、どうだろう、間に合いそうな気がするから、ちょっと一回試してみよう。うん、でどうしようかな。一回こう出して、いや必要ないか、これでいっか。うん、
ここでいいかな。うん。で、あとはサラダドレッシングが必要です。100ml。 10秒で 100ml。 1秒で 10ml。 うん、できた。ここは10秒に1個出す感じ。ここもパンも10秒に1個出す感じ。レタス、マッシュルーム、人参、スライトーストしたパン、クルトン、サラダドレッシング、これでいいんじゃない？一応計算上は。怪しいな、うまくできすぎて怪しい。本当にこれでいいのかしら。どうしよう、ちょっと今デザインに配置に悩んでます。これこう、ん？これなんだ？あ、いいのか。こう入れ、こうして、こうして、こうしようか。いや、これじゃ入らないか。こっちか。これで左にして、こうして、でコンベアでつなげる。うん、これこれでいいか。うん、でつなげる。うん、おかしくはない。いいんだ、いいんだ。はい。で、じゃあこれをこうして、うん。なるほど。できれば端っこに寄せたいですよね。うん、でこうか。うん、いいね。で取り出す時のアームをここに持ってきて、でコンベアをここにこう、うん。もう一個前でもいいですね。こう。いいね。そしたら最後にこいつをこうで、でアームを。こっちに置いて、これを左に曲げる。うん、悪くない。悪くないけど、もっといいやり方がある。これをこうだな。で、これがこうで、こっちで右に曲げる。うん、で、こうか。いいね。で、まっすぐ。そうするとこっちのポテトのラインが1個ずれて、あんま変わんなかったな。あんま変わんなかったというか、全然変わりませんでしたけど、まあいいか。で、この辺をこう持ってきて、はい、出来上がりです。うん、
まあ一回ちゃんと動くかどうか見てみましょう。スタートです。スピードアップ。サラダできてないな。なんでだ。ロボットアームの向きが違う。これが右ですね。はいはい。ここ前はここで混雑してましたけど、今回は10秒に1回出して。ちょっと待て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 。え、なんで作れてないんだこれ。何起きてんの。あれ、サラダが来ない。なんで。あん、サラダそんなに遅い。あー、そっか、最初の時点。あー、そっか。まあ先ほども言いましたように、こちらの他の種類は5秒に1回作ってます。なぜなら2ついるから。1つでいいビッグサラダっていうのは、じゃあ倍の10秒でいいじゃんっていうことにしたんですけど、微妙な製造までのラグがあって、そのせいでちょっと遅れ気味ですよね。早めるか。これ早めるのはもうモロハの剣というか、失敗が目に見えてんですけどね。8秒に1回。なのでこれ最後の方では逆にビッグサラ、おいおい、もう詰まってんじゃん。揚げた鶏肉、あ、失礼、違った、あー、これはまあちょっと違う。ちょ、え、どうだろう。でもビッグサラダ来てたっけ。ちょっと1回10秒に戻して、ちょっと1つ忘れてました。これチキン、そう、チキン、フライドチキンにしなきゃいけないんですよ。揚げた鶏肉各部位から、それを忘れてましたね。包装機を使うんですよね。フライドチキンにしてから送ってやらないといけません。でここに置いて、じゃあここがこうで、で下がこうで、どうですか。はいはい。ポテト早すぎ問題だな。同じ5秒に1回でもこれだけ差ができるんですね、製造工程のラグで。困るなぁ、どうしたもんか。これはギリ、でもギリいった、ギリビッグサラダが届いた。あー、混雑してる、めっちゃ混雑してる。あー、なるほど。前もそうでしたけど、結局最終的にこの包装機の方が処理が間に合わなくなっちゃうんですよね。だから包装機を並列で使わないといけない感じ。
かな。厄介だな。厄介だな。放送機1台ではうまくいかないので、じゃあ放送機2台にしましょうかってなった場合、じゃあこの辺の機材どうすんのってことになるんですよね。この辺で作ったポテトとかチキンを2つに振り分けなければならないので、その仕組みを作るのがちょっと大変。どうしよっかな。長いですね。ちょっと幅は食うけれど、こうしようか。うん。うん。これこっちでもよくない？マッシュルーム、レタスでしょ。両方スライサーに入れるだけだから。ここにスライサー、プロセッサーですね、あるし、こっちにもあるし、どっちでもいいですよね。うん。これが邪魔だな。左。うん。いいね。でこっからどうするかっていう話になるんですが、あ、こっちに持ってこようか。クロスしてるのはダメです。うん。で、もう一台の放送機を用意して、で、並列作業をさせるのがいいという話なんですが、じゃあその材料をどう持ってくるかっていうことなんですよ。手っ取り早いのはここのセットをもう1セット用意することなんですけど、コスト的にもいけそうだな。例えばこう、するわけですよ。すっごいかっこ悪いな。かっこ悪いなあ、このやり方は。ん？コピーじゃない、移動です。ああ、ダメか。こんばんは。お、しげさんどうもこんばんはです。ただいま私の方では、オートマシェフというパズルゲームをやっております。非常に分かる人にしか分からないという困ったタイプのゲームですけれども、よかったらちらっと見ていってください。こんばんは。22時からのペイデイでございますので、それまでの間休んでおいてくださっても結構ですよ。睡眠時間にとっていただいて。
銀行強盗の方はちゃんと起きておくという手もある。うん、こっちにするかな。これをもうちょっと端っこに寄せて、でこれもできるだけ寄せ、わかんなくなるからちゃんと全部寄せよう。あー、一回消す。ちょっとこれくっつきすぎてどうなってるかわかんないな。これなんだ、こっちか。あ、はいはい。こっち、これがサラダじゃない、これなんだ、これ何、これここでしょ、ですよね。うん、寝落ち検定1級なので、寝落ちしないようにします。本当にまあ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 、あの睡眠時間が足りてないということなんでしょうから、眠れるうちに眠っておくというのもいいと思いますけどね。今週はありませんけど、私毎週寝落ち配信やっておりますので、よければそれを聞いて寝てくださっても全然問題はありませんけど、さてここでチキンを作って、ここでポテトを作って、でここでドッグを作ってます。それはいい。でこいつらをまとめて、コンベアベルトまとめて包装機に入れる、ここまではいいじゃないですか。 できればこれここにしたいな。ここでいいか。まとめて移動、寝落ちしに行きます。使命感を持つと逆に気にしてしまうから良くないですよね。ゆったりした気持ちでストレスなく見ていただきた。あ、これダメだ。あ、こっちでいいか。こうしよう。右。そう、ドッグとポテトとチキンはここで一緒にできます。で、問題はこのビッグサラダなんですけど、このビッグサラダは、1台分しか、1つのラインしかないので、ここで作ったやつは2つに分けるというやり方をしたい。スマートってなんだ？スマートってなんだ？あーん。へー。うーん。よくわからん。スプリッターを使えば2つに分けることができますので、これを使って使いたいけど、ちょっとスペース的な問題があるな。スペース的な問題があるね。下げて、これを左に曲げて、あー、まあしょうがないか。もう一個下、ここに入れて、これまっすぐにして、横からレタスを入れる。うん、で下げて、でここでスプリッターで2つに分ける。で分けた先がコンベア、分けた先が片方はこっちの包装機へ、もう片方はこっちの包装機に入れる感じ。いいね。いいけど問題は、で残りのこの人たちも同様にしたいんですが、どう置こうかな。
君と行ってもらって、君が邪魔ですね。もうこの辺でいいか。まずポテトは1列で済むからここに置いて、でチキン並べていって、なるべく場所を取らないように置きたいから、これでいっか。いいね。これまっすぐにして、こっから出てきてこうで、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 こう。でチキン。いいね。で、ここに、いけるかな？いや、こうして、もう一個こうして、で、これを右に曲げて、いいんじゃない？まっすぐ。いいんじゃない？もうちょっといい置き方ないかな。まあいっか。ひとまずこれで、ちゃんと動くかどうか見てみよう。この形にすれば、こちら辺とこっちの食材とこっちの食材が分かれて、2つの包装機、ファミリービッグファミリーセットの包装機に分かれて入っていき、でなおかつビッグサラダの方は5秒に1回作らせて、5秒に1回作らせて、それを2つの包装機に分けていくことになるので、結局10秒に1回作られるはず。どうですか？あ、いいんじゃない？ちょっと待った。ポテト、チキン、サラダ。何が足りない？ポテト、チキン、サラダ。ドックが足りない。ドックどうした？ん？なんだこれ？バンズ、チーズ、ソース、あ、ソースが足りてないわ。タンクをつなげてませんね。これタンクがないからソースがない。じゃあこっちは？こっちも満タンですがな。ポテト、ドック、サラダ。こっちはチキンがない。なんでチキンがない？チキンこれ。なんで？作られてなくない？食材待ち。これもしかしてアームが、向きが違う。はいはい。いろいろミスが見つかりますね。ここかな？こっちのドック用のソースをつなげて、2つのソースをつなげて、これでどうですか？ドックはできてる。おい、チキンできてるか？完成した料理を入れる空きスペースなし。ここのアームが違う？あ、向きが違う。あ、違う。これ、これ、あ、そっかそっか。完成した料理を右側に置くようにしないとダメなんですよ、これって。ちょっと細かい話なんですけどね。そうすると、こっちのアームが動いて、チキンが出ていく。いいんじゃない？満タン？サラダが来てない。サラダが来てない。なんで？サラダ来てんじゃん。5秒に1回じゃ足りない？
ポテト早すぎ問題ですね、やっぱり。え、ポテト本当に5秒かこれ。ここで予約サラダが来てます。しかも渋滞にはまって入れてないっていう。その間でポテトは3つ4つ来てますね。計算違いってことはないでしょう。こっちの、あ、違う、待てよ。あー、そっか、 7.5 秒か、しまった。そうか、ちょっと待ってくださいね。今あの時間管理ですごいすごいややこしくなってる。5秒に1回は作れないんだ。7.5 秒に1回しかビッグサラダは作れない。高速にしても6秒。OK、じゃあ6秒でいこう。6秒に1回サラダを作るとします。材料、うん、いや6秒にしとくか。6秒に1回サラダを作ります。でそれが2つに分かれていきますってことを考えたら、1つの放送機に来るビッグサラダは12秒に1回来るわけですよね。っていうことを踏まえれば、こっちもこっちを12秒に1回にするのか。え、そんなんで大丈夫？計算上はこれで合うはずなんですけど、実際動かしてみないと分かんないですけどね。特にポテトは妙に出来が早すぎて、タイミングが全然合っているとは思えないんですが、うん。でこっちも全部のディスペンサーを12秒に1回動かす感じ。これね、このあと効率性のことを考えたら、どうせ効率性 100% 狙うんですから、もう今の段階からコンピューター使っててもいいんですよね。そうすればこの秒数管理もコンピューターの方で値を変えるだけで済むから、その方が早いんですよね。でも一回全部通して完成することを、うまくいくことを見てからでないと不安で作れない。さあこれでどうでしょう。あ、お、あ、できた、あ、できた、できた、いいね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 、 OK、 これで計算はちゃんとあった。計算は合いましたけど、間に合うのこれ、間に合うの？もう半分来たけど、おかしくない？え、ちょっと待った、300秒でしたね。300秒って5分ですよね。もう半分終わってんですけど、25どころか、あれ？遅い？燃えてる燃えてる。え、君だけなんで早いの？え、ちょ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 、君は6、え、ここは6秒で1回でいいでしょ。え、なん、ん、なんで燃えた？
なんで燃えたかっていうと取り出せなかったからですけど、なんで取り出せないかっていうと多分詰まったんでしょうね。詰まるのは多分アセンブラーの処理が間に合わなかったから。うん、こっちに変えようか。いや、まあどちらにせよなんか時間的に、ん？これ今ビッグサラダが6秒に1回できてます。6秒に1回できてたら、本当に6秒に1回できてる？なんかできてない気がするな。いや、できてるか。これやっぱ詰まってますね。内容量満タン。クルトン、人参、マッシュルーム、レタス。食材待ち。何が足りてない？人参、レタス、マッシュルーム、クルトン。え、何が足りてないこれ。人参、レタス、マッシュルーム、クルトン。ドレッシングが遅いか。了解了解了解。え、ドレッシングどれですか。これですか。これですね。え、なんで遅かった。これ計算ミス。倍にしとこう。はいはい、今度は速くなった。 OKOK。 あんなところがネックになっていると思わなかったな。でもこれでもう数字通りに6秒に1回できてるんじゃないんですか。さっきよりは流れが、え、そうでもなくない。さっきより流れが速いよねって言おうとしたんですけど、ビッグサラダ腐ってる。え、なんで腐ってんの。フライドチキンが遅いから。ビッグサラダは早すぎる。え、6秒に1回。あー、まん、ちょっとなんか計算違いをしてる気がしますね。これビッグサラダが多すぎる。これビッグサラダが6秒に1回出てくる。6秒に1回出てくるけど、それはこっちとこっちに振り分けられるから、そういう意味では12秒に1回出てくるも同じ。片方の放送機に関してはそういうことになりますよね。で、12秒に1回っていいんじゃないの。え、分かんなくなってきましたよ。このタイミングでビッグサラダが1個出ていく。あ、分かった。そうじゃない。そうだ。そうじゃないじゃないです。OK、分かりました。こっちが、ビッグサラダが6秒に1回出てきます。だけど、片方の、放送機に関しては12秒に1回来る。その認識は間違いない。で、1個来る間に他のものは材料として2つ必要だから、こっちは12じゃなくて6のままでよかったんですよ。そういうこと。計算違いです。
いろんな計算違いをしております。もう私の頭をもう老化が始まっているんですかね。やだな。そのうちボケ老人みたいな感じになってしまうんでしょうか。悲しい。でいいかな。で同じようにこちら側も秒数を6秒間隔に変えておけば、今度こそこれで同期が取れてちゃんとした製品がスムーズに作られていくはずです。これ本当いちいち変えるのめんどいな。えてい。材料の数も計算に入れないといけないのもきついですね。なかなかそう難しいというか結構複雑なんですよね。本当に複雑。そう、セットを1個作るために材料は何個必要でっていう、普段だったらこの感じでこれだけ考えればいいんですけど、今回に関してはちょっとタイムアタック的なものがさらに加わるので、何秒間に何個作らないと間に合わないみたいな、その辺の兼ね合いっていうんですか、バランスが分かんない、ややこしいんですけど、まあ、やっていけば分かりますよねっていう。さあ行きましょう。今度こそいいバランスで作られるはず。ポテトが早い。まあまあポテトが早いが、まあいける。今回早いですね、やっぱりポテトが早い。ちょっとポテト詰まった。なんでポテトこんなに早いの。こっちはそうでもないな。あれ、ここだけもしかして設定ミス。ポテト、ん、ポテトなんでこ、あー、 OK、 わかった。ポテトを意図的に遅くしましょう。今まで、フライヤー、コンベクションフライヤーを使ってましたけど、コンベクションフライヤーは出てくるのが早いんですよね。なのでちょっとゆっくりめに作業させるつもりで、一般の通常フライヤーを使わせよう。スマートアームにして、でこれでポテト揚げた皮付きポテトを取り出す。でこっち側は入れるためのアーム、はいはい、これで調理時間6秒かかるから、なんだったら遅らせ、あ、それ良くないわ。うん、こっち側のポテトはなんか悪くなかったんですけど、何なのかなこの違い。アルティメットドッグ、もうちょっと、アルティメットドッグアルティメットドッグ、お前は、こっちはなぜかうまくいってるんですけどね。え、なんでだ。あ、いや、でもなんか結構溜まってますね、この辺。ちょっとパイプで見えませんけど、なんでこっち側だけこんなにバランスが悪いのかしら。ビッグサラダを、はいはい、ビッグサラダ今この位置にあるんですよね。ここのスプリッターで2つに分けてんですけど、これが良くない。わかった、もっと近づけましょう。
これこれと、ああ、OKOK。で、こうやって近づけてやれば、ビッグサラダがすぐに入ってくれるんじゃないかなっていう淡い期待。で、こっち側も同様に、ちょっと出口側が嫌な感じになりますけど、いや、こんなことするぐらいだったら、いっそこうか。こうするか。複雑回帰。複雑回帰。いや、やっぱこうかな。悩ましいね。どう配置するかっていうのも、このオートマシェフの大きなポイントでございますが、このスプリッターをメインに考えた方がいいんですよね。スプリッターを中心にして、どんな感じに振り分けていくかっていうのを考えたい。だから、このファミリーセットこうして、ほんとこのパイプが邪魔なんですよね。見づらくなっちゃうから。上じゃなくて下に置くか。できればもうちょっと左に寄せたいな。ポテトをこっちに置いて、この辺一回下がってもらって、複雑。この辺できれば、この辺にしたいな。こうか。あまり美しくないですね。もう一個ずらす。で、こっちにずらして、こう、こう。いや、こうするぐらい、ああ、まあ、こうか。で、こうして、で、あと、いや、ダメだな。ちょっと複雑すぎて分かんなくなってきましたよ。一回これ下げて、
れをここに持ってくるか。ん？なんか向き違うな。これここチーズ。え、鶏肉は違うでしょ。鶏肉はこっちか。こうしてこうして、はいはい、これでいい。こうして、うん、で、あとチキンとポテトを入れればいいんですけど、このポテトもちょっとフライヤー、コンベクションフライヤーはやめて、普通のフライヤーでいきます。なぜならその方が応用が効くから。コンベクションフライヤーを使うともうまっすぐ流していかないといけないんですけど、曲げることが大変なんですよね。ですけどフライヤーを使えば途中にアームを返すことになるので、これ左かな、アームを返すことになるので、このアームを使えば割と自由自在に曲げることができます。割とね、割と左。あ、ちょっと待って、もう21時18分じゃないですか。ちょっともう終わんないとダメだな。今回も申し訳、ポテト、あ、そうか、ポテトはこうしなきゃダメか、こうか、こうか、右に曲げる、うん、逆ですね。こうで、チキンもこう接続してやりたい。そう、コンベクションフライヤーはまっすぐ流さないといけないから、この位置にこざるを得ず、じゃあアームを使って曲げましょう。でこうで一通りいけるか。うん、オッケー、いいかな、多分いいでしょう。で、ここが右に曲げて、ここが、ビッグファミリーセットじゃないや、ビッグサラダを振り分ける場所なので、スペースの問題がちょっと出てきましたね。このコンベはいらないんじゃない？ここでいいでしょう。アームで右に曲げる、で焼く、でこう、こう、でこのアームはまっすぐ。で、次はここの位置に、ここの3台のラインをつなげていくことになるわけですけど、ちょっと申し訳ありませんが21時20分ということで、実はこのあと22時からですね、いつも毎週金曜日ペイデイ2というのを、強盗ゲームですねというものを、コラボでやっておりまして、その準備時間が迫っておりますので、申し訳ありませんけど今回はここまでにしたいと思います。だんだんとこの C から始まるステージ、今 C5 家族サービスっていうところまで来ましたが、 C っていうのは時間制限の何分以内に何個作れみたいな感じの、ステージになっているんですけど、だんだんと難しくなってきて、今回は動機を取るのが非常に大変という感じになっておりますね。まあ来週、再来週、もしかしたらさらにもう一週ぐらいやるんじゃないかなと思いますけれども、もしよろしければまた次回も見ていただきたいと思います。はい、お疲れ様です。複雑すぎますね。どうも西さん、ありがとうございます。今回はいや、さすがにビッグファミリーセットはつらい、数の問題、時間の問題、そしてこの放送機が詰まるといういつもの問題、本当大変です。しげさん、お疲れ様でした。本当にどうもありがとうございました。なかなか
分かんない人には見てても何やってんだってなりがちなんですけど、ただ理解するとなかなか面白いゲームですので、安売りしてる時なんかにやってもらえればなと思います。はい、それでは、お相手は二足三文ソフトウェアゲーミング部門所属陣野でした。それではごきげんよう、また来週。